皆さんこんばんはそれではご一緒に聖書を開いていきたいと思います今日も神様が私たちのために言葉を用意してくださっていますガラテヤ人の手紙の2章の19節20節をお読みしましょうそれでは3杯私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリ,リストが私のうちに生きておられるのです 今私が生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。アメン。ガラティア・人の手紙2章の19節20節「私はキリストと共に十字架につけられました」もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。 今私が生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですとそのようにですね私たちのクリスチャン生活というものがどういうものであるのかということをこの聖書を通して私たちは知ることができますクリスチャン生活の始まりというのは救いそして神様によって新しい命が与えられる神聖の体験 ま永遠の命に生きるものとされる、まあ、そのような時に私たちのクリスチャン生活、まあ、クリスチャンとしての歩みが始まるわけですそしてクリスチャン生活の終わりは何かというと天国に行った時ですね私たちが、えーまあ、これは再臨が近いのかそれとも私たちがそれまでに寿命を終えて、まあ、この世での神様から与えられた弱いを終えて神様の身元に受け入れられるそのような時、まあ、これが私たちクリスチャン生活の終わりということができますその間 皆さんその間をどのように過ごされたいですかってどのように私たちがその間を歩んでいくのかまあでも残念なことにこのクリスチャンの人生、まあ、クリスチャンとして与えられている私たちのこの世の中での歩みというものがまるで真ん中がふわふわのベッドのマットレスのような、えー、最近 大野守先生の家,家のベッドを、えー、マットレスがふわふわってね真ん中らへんが、えー、どうもなんか寝心地が悪いとね、えー、そういう具合に皆さんもそういう経験なさったことありますか長い間使っているこう布団とかそういったものがね中,中がこうふわふわになってまあんか硬くなる場合もあるでしょうしなんとなくこうしっくりいかないってい、えー、もしくは何もこう起きない、えー、何の変化もないようなそういう退屈な そういう状況の中にまあ、そういうような私たちはまあ受け止め方をしてしまうような。そんなことがあるのではないかと思います。なんかこう。中身がないようなふわふわしたような。もしくは退屈してしまう。何の変化もない。何も起きてないかのように感じる。そういうような私たちは、えー、クリスチャンとしての人生を歩んでしまう。歩んでるのではないかって。まあそんな風に感じてしまうことがあるのではないかと思います。 しかし聖書はですねまず1つ目私たちはっきりと語っていることはそれは私たちはキリストと共に十字架につけられましたってつまり私たちは死んだということですよね。もう私たちは古い人は私たちにとっては私たちの罪は十字架の上につけられたんだ。このつけられたという言葉なんですけども完了形を意味しています。つまり過去に完了し そそのの完了した結果がが今も続いていいいてるというそういう意味の言葉が使われていますつまりつけられたということはイエス様が十字架にかかってくださった時にそして私たちがイエス・キリストを信じ受け入れた時にそのイエス様が十字架にかかってくださった時の私たちの罪が死ぬという罪が十字架に共につけられてそのことが完了しそしてその結果が今も続いているんですよということです。 それと同時につけられましたということは受動形つまりキリストがイエス私たちのために十字架についてくださったんで私たちはそれを受け取るだけそれを信じるだけですねつまり私たちは受けるだけでこの素晴らしいキリストと共に十字架につけられましたという聖書の真理に生きることができるということですそれと同時につけられました直接的な つまりシンプルにその事実を私たちに語っているわけです。イエス様が私たちの罪のために十字架につけられまあ、十字架の上で死んでくださった時に私たちもその十字架の上で死んで私たちの罪もそこですべてイエス様が身がとなってくださることによって許されまた私たちは 本当に救いを得ることができているんだというその完成がすでに起きていてそしてその結果がま今も続いているという素晴らしい神様の救いの中に私たちは入れられているわけですまたの福音書の16章の24節25節その現在起きていることについてこのように イエス様は説明されています誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい自分の命を救おうと思うものはそれを失い私のために命を失うものはそれを見出すのですつまり私たちは私たちの人生がイエス様を信じイエス様によって救われた時にその古い人は死んだんだって古い人はもう過ぎ去ったんだってそのように私たちが受け取っていくことそして イエス様が私たちに与えておられる道を歩んでいくようにとイエス様ご自身が私たちを招いてくださっているわけですそして2番目にキリストがうちに生きておられる私たちのうちに生きておられる私たちの人生というのは死んだけれども 私たちは古い人には死んだんだだけれどもローマビデオの手紙の例えば6章の6節とか8節とか11節私たちは古い人がキリストと共に十字架につけられたんですってそういう具合に言ってますけれども私たちはもはや罪から自由にされそしてイエス様が私たちのうちに生きて働いてくださるもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるということを私たちはまさにこの。 新しい命命にに生生ききるる永遠の命に生きる私たちのクリスチャンとしての,歩み,の中歩みに与えられているわけであります。新生とか新しい命に生きるということは改革された人生とか改良された人生とか変革された人生のことを意味しているのではありません。私たちそういうメッセージを、えー、こう伝えてしまう可能性があります。 イエス様を信じるとあなたの人生変えられますよってね、私たちが言いますでもこれ気をつけておかなければならないのはより良い人生を歩むようになるというのではなくて全く新しい命に生きるもとされるんだとなぜならば命になるお方イエスキリストがその御霊を通して聖霊を通して私たちのうちに生きておられるからなんですこれが私たちにとって しっかりと受け止めていくおくべき聖書が私たちに教えるキリスト者としてフレッシャンとしての歩みでありまた人生であるということです繰り返します私たちが神聖される新しい命に生かされるということは改革された人生ではなくまた改良された人生でもなく変革された人生でもないんですねつまりちょっと良くなるとかね少しずつ良くなっていくとかっていうそういう 人生ではありませんもうあの十字架においてそしてイエス様の復活を通してイエス様の救いの宮沢を通して私たちは全く変えられた全く新しい新しい命に生きる人生私たちはそのような人生に今生かされているんですそのようにして神様は私たちに働いてくださっています皆さんで有名な聖書の言葉ですもう度々皆さん このの聖書の言葉に触れれておられると思います、ね、読みたい,と思います読みたコリント・ビトリオの手紙の第2の5章の17節よろしいですか3はいですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をす全てが新しくなりましたパウロはこれを体験したんですパウロはイエス様に出会った時に改良されたんじゃないんですよね、まあ、多くの 多分に宗教が私たちに与えようとするいわゆるその信仰の道を歩んでいくことを通して与えられる人生ってそれはより良い人生ですそういう人生を私たちは神様の前に求めて「ね、神様どうぞ私の人生をより良いものにしてくらより良い生活より良い神様毎日の生活を送る方ができるように、まあ、神様の前にそうやって求めることはできますけれどもでも神様が与えられるのはいやもうすでに与えておられるのは そうではなくてここに出てくる通りです誰でもキリストのうちになるならその人は新しく作られたって古いものは過ぎ去って見ようべてが新しくなったなぜならばキリストが私のうちに生きておられるからなんですよここに私たちがイエスキリストにあって生きるということはどういうことなのかつまりもうはや私たちが生きてるのではなくキリストが 私のうちに生きておられるという人生へと神様は私たちを招いてくださってるんだってですから私たちは独としてキリストではなく私がという人生から私ではなくキリストがっていう人生へと変えられていっているキリストではなく私がっていう人生をもし歩み続けるとするならばより良い人生と私たちは一生懸命努力をするようになるでしょうでもそうではなくて私ではなくキリストがって 私たちはそのような毎日に毎日の歩みへと神様を導いてくださっているんですだから最初の「教会の人たち」はこのように言われました世界中を騒がせててきたたって言われたんですそういう素晴らしい力を神様がそのような影響力をそういうインパクトを周りの人たちに及ぼすそういう私たちに神様が。 私たちをそのようなものへと変えててくださっているなぜならばキリストが私たちのうちに住んでくださっている私たちちのうちにそのような本当に私たちを作り変えるだけではなくて私たちを通して働いてくださることを通してイエス・キリストが神様が具体的に周りの人たちを社会を世界を変えていくそのような働きのために私たちを用いてくださる。 世界中を騒がせてきたってそうです今もだからクリスチャンも騒がせているんです多くの神様の御業が神様を信じる者を通して与えられていますでもそれだけではないんですよねもう一つ3番目のポイントご自分を与えてくださったって神様が私たちに私たちに全てを与えてくださっている神様からそのような素晴らしい 神様ご自身を私たちは与えていただいているんだって私を愛し私のためにご自分を与えてくださったって書いてある神様そのようにして私たちを愛してくださるそれだけではなくてその愛をご自身をご自分を与えることを通して私たちに示してくださっています聖書の神様はあなたを愛しあなたのためにご自分を与えてくださったお方です。 皆さんのために全てを与えてくださっている与え続けてくださっている与えてくださったお方でであるわけですこの「愛し与えてくださった」というのは一回だけのことではないです今もそれが継続されています私たちを今も愛してくださっています今も神様は私たちに与え続けてくださっている私たちを本当に神様は そのようにしてて取り扱っっくださっているんです、ね、フィリピピ人への手紙の2章の6節から8節このように書かれています「キリストは神の御姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われました」と。 それほどまで私たちのために命を捨てるほどまで私たちを愛し、私たちを私たちに与えてくださったんです。全てを与えてくださりました。ヨハネはそのことについて、この祝いに表現します。これ、皆さんで読みたいと思います。よろしいですか？さはい、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。 私たたちを愛してくださったそれはご自身が私たちの身が合となって十字架の上で死んでくださることを通して私たちに表してくださいだからヨガネはさらにこのように言っていますこれも皆さんで読みましょうよろしいですか3はい私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。 ここに愛があるのです神様は御自身の一人子御子を私たちのために使わしてくださる罪のためになだめの捧げ物としてくださるほどに私たちを愛してくださいました神様の愛は私はあなたのこと愛してるよってただ言葉だけでまたどこかに掲げられている 聖書神は愛であるというねそういう言葉だけで示されたのではないんですそうではなくて2000年前に具体的にイエス様が私たちの罪のために十字架型死んでくださったまた人としてこの世へ神様によって使わされてくださったそのことを通して私たちにこの愛が示されているそれほどまでにして私たちに与えてくださったんですよ。神様これほどまでに与えてくださっているので 私たちは神様からこれからも与えられ続けて歩むことができるんです神様の愛を私たちは一心に受けながらまた神様から与えられ続けて私たちは歩んでいくことができるこれがクリスチャン生活ですだからパウロはこのように言いましたこれも皆さんで読みたいと思いますよろしいですか、はい、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が どうして御子とともにべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかアメンはっきり書かれています神様がこれほどまでに私たちを愛して与えてくださったのだったらどうしてすべてのものつまり私たちが歩んでいくために必要なもののすべてを私たちに神様は恵んでくださる恵んでくださるということは無条件で無償で 私たちに与えてくださてるていうんですなんか私たちの側がある一定の基準に達さなければこの神様が与えていただく恵みにあずかることができないというわけではないんです神様は今も私たちを愛して神様私たちに与えてくださってるんです私たちはその神様が与えてくださったものを受け取るだけなんです残念なことに私たちは 自分で何とかしたいってまたそれだけではなくて神様が私たちに与えてくださっているものに気付かないまままあね私たちまあ私たちっていう言い方すると皆さんもひっくるめて私と同じようなレベルに引きずり下ろしているような感じがしますけどもまあ私たち残念なことに。 神様を与えてくださっているものに気づかないだけではなくて時として「いやそれはいりません」って神様に言ってしまっているようなこともあるのではないかと思いますだからこそ私たちはもう一度この聖書の言葉を通して私たち思い起こさなければならないもう一度確認しなければならない神様は惜しむことなくく私たちに与えてくださっている方ですだから私たちは神様に求めることができるんです神様にだけ求めるるこことができるということががででききいうます。 私たちは自分に求めることもできませんしまた周りの人たちに求めることもできません私たちが求めることができるのは私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神様に求めることができるその神様は御子とともに全てのものを私たちに恵んでくださる方です繰り返します。何度言っても もしかすると私たちにはピンってきてないかもしれないので何度も何度も私たちは聞かなければならないなんかねそうは言うけど何ももらってないような気がしますどこに神様の恵みがあるんですかってそういう具合に私たちは反応してしまうことがあるかもしれないでも今日もう一度神様は私たちにおっしゃっています。私私たたたたちちてのののめににご自分の御子ささえも惜しむことなく死に渡された神様その方が私たちを愛し 私たちに与えてくださっているだから御事と共に全てのものを私たちに与えてくださる恵んでくださるんです無条件で私たちとで何か努力する必要があるわけでもありません神様にただただ求めるときに神様の前に両手を広げて神様それを神様とあなたのその恵みに生かしてください神様その恵みの中に入れられていることを感謝して今受け取りますって。 そのように神様の前に落とするきにその素晴らしい神様の豊かさの中に私たちは生きることができるこれがクリスチャン生活ですクリスチャン生活は始め始められたときはねとっても「わすごい!」って喜んで終わりも決まってるからでもその間は結構大変だし何か。 ねえあんまり内容のないようなそういうような私たちの人生を送らなければならないのかってそういう具合に思ってしまうようなことのないように神様は私たちにこのようにして御言葉を通ししててて励ましてくださっている神様は私たちを愛しご自身を今も与えてくださっているそのような方私たちはそのような方に今日も感謝して こうではありませんかそしてそのようなお方が与えてくださるものを本当にしっかりと受け取っていこうでありませんが毎日神様は朝ごとに新しい恵み新しい神様の憐れみを与えてくださいます受け取っていきましょう神様に期待しましょう今日も神様が御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださるというそのことを体験しながら私たちの毎日の生活を歩み続けていくものでありたい。 そのように心から願います。お祈りしましょう。皆さんでしばらくお祈りしたいと思います。できたら両手を広げていただいて、そして神様、あなたの恵みを感謝します。あなたが与えてくださっているご愛を感謝します。神様、あなたにから与えられているものを受け取ります。神様どうぞ、それをしっかりと私たちが受け取ることができるように導いてください。助けてください。 そのように感謝の前に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきたいと思いますご一緒に祈りましょう神様感謝いたしますありがとうございます